皆さんこんにちは。今日は第38課から第40課までの会話を練習しましょう。Xin chào mọi người, ngày hôm nay ta lại tiếp tục luyện tập hội thoại từ bài số 38 đến bài số 40 trong quá trình Minna sơ cấp 2. Các bạn vẫn sẽ có 3 giây để vừa nghe và vừa trả lời câu hỏi. Sau 3 giây, câu hỏi và câu trả lời gợi ý sẽ hiển thị. Các bạn cố gắng hãy nắm vững kiến thức từ vựng và ngữ pháp để trả lời câu hỏi một cách chính xác. Hey, minasan, isshu ni ikimashou. 1. ペットを飼うのが好きですか? 家好きじゃありません。家好きじゃありません。2。子供を育てながら会社で働くのは大変だと思いますか？子供を育てながら会社で働くのは大変だと思いますか？はい、大変だと思います。はい、大変だと思います。3. 日本語を勉強しながら音楽を聴くのが好きですか？日本語を勉強しながら音楽を聴くのが好きですか？はい、好きです。はい、好きです。4. テレビを見ながらご飯を食べるのは胃に良くないと思いますか？テレビを見ながらご飯を食べるのは胃に良くないと思いますか？はい、胃に良くないと思います。はい、胃に良くないと思います。5. スーパーへ行ったとき、お母さんに頼まれたものを買うのを忘れたことがありますか？もう一度、スーパーへ行ったとき、お母さんに頼まれたものを買うのを忘れたことがありますか？スーパーへ行ったとき、お母さんに頼まれたものを買うのを忘れたことがありますか？はい、忘れたことがあります。はい、忘れたことがあります。6. あなたは新しい言葉を覚えるのが早いですか？あなたは新しい言葉を覚えるのが早いですか？いいえ、新しい言葉を覚えるのが遅いです。いいえ、新しい言葉を覚えるのが遅いです。7. ナムさんが入院したのを知っていますか？ナムさんが入院したのを知っていますか？いえ、知りませんでした。いえ、知りませんでした。8. 山田さんが結婚したのを知っていますか？
山田さんが結婚したのを知っていますか？はい、知っています。山田さんの結婚式に参加しましたから。はい、知っています。山田さんの結婚式に参加しましたから。9. 学校へ来たとき、先生が出した宿題を持ってくるのを忘れたことがありますか？もう一度。学校へ来たとき、先生が出した宿題を持ってくるのを忘れたことがありますか？学校へ来たとき、先生が出した宿題を持ってくるのを忘れたことがありますか？はい、忘れたことがあります。はい、忘れたことがあります。10. 毎日遅くまで仕事をするのは体に良くないと思いますか？毎日遅くまで仕事をするのは体に良くないと思いますか？はい、体に良くないと思います。はい、体に良くないと思います。11. あなたが生まれたのはどんなところですか？あなたが生まれたのはどんなところですか？私が生まれたのは台北の小さい村です。私が生まれたのは台北の小さい村です。12. 一人でお茶を飲みながら新聞を読むのは面白いですか？一人でお茶を飲みながら新聞を読むのは面白いですか？はい、とても面白いです。はい、とても面白いです。13. 日本語が上手に話せなくて恥ずかしいと思いますか？日本語が上手に話せなくて恥ずかしいと思いますか？はい、恥ずかしいと思います。はい、恥ずかしいと思います。14. 昨日の晩、家族のことが心配でよく寝られませんでしたか？昨日の晩、家族のことが心配でよく寝られませんでしたか？いいえ、昨日の晩何も心配しないでよく寝られましたよ。いいえ、昨日の晩何も心配しないでよく寝られましたよ。15. 交通事故で死んだ人を直接見たことがありますか？交通事故で死んだ人を直接見たことがありますか？はい、直接見たことがあります。
はい、直接見たことがあります。16、電気代が高いのでエアコンをつけるかどうか考えていますか？電気代が高いのでエアコンをつけるかどうか考えていますか？はい、考えています。はい、考えています。17、新型コロナウイルスの影響で実習生が日本へ行くのは中止になりましたか？もう一度、新型コロナウイルスの影響で実習生が日本へ行くのは中止になりましたか？新型コロナウイルスの影響で実習生が日本へ行くのは中止になりましたか？はい、一応中止になりました。はい、一応中止になりました。18、知らない人がご飯のお金を払ってくれて嬉しいですか？知らない人がご飯を、知らない人がご飯のお金を払ってくれて嬉しいですか？いいえ、嬉しくないと思います。いいえ、嬉しくないと思います。19、時代俳優が死んだニュースを聞いてびっくりしましたか？時代俳優が死んだニュースを聞いてびっくりしましたか？はい、びっくりしました。はい、びっくりしました。20、3年間家族に会えなくて寂しいと思いますか？3年間家族に会えなくて寂しいと思いますか？はい、寂しいと思います。はい、寂しいと思います。21、先生が説明したことを聞かなかったので、宿題のやり方を間違えたことがありますか？もう一度、先生が説明したことを聞かなかったので、宿題のやり方を間違えたことがありますか？先生が説明したことを聞かなかったので、宿題のやり方を間違えたことがありますか？はい、あります。はい、あります。22、すみませんが、私の中が痛いので、ちょっとトイレへ行ってもいいですか？すみませんが、私の中が痛いので、ちょっとトイレへ行ってもいいですか？
ええ、いいですよ。ええ、いいですよ。23. 大雨で好きな歌手のイベントへ行けなくて残念だと思いますか？もう一度、大雨で好きな歌手のイベントへ行けなくて残念だと思いますか？大雨で好きな歌手のイベントへ行けなくて残念だと思いますか？はい、残念だと思います。はい、残念だと思います。24。昨日の晩、東京で電車の事故で人が大勢死んだのを知っていますか？もう一度。昨日の晩、東京で電車の事故で人が大勢死んだのを知っていますか？昨日の晩、東京で電車の事故で人が大勢死んだのを知っていますか？いえ、知りませんでした。ひどいですね。いえ、知りませんでした。ひどいですね。25。先週、強い風で古い牛がたくさん倒れたのを知っていますか？もう一度。先週、強い風で古い牛がたくさん倒れたのを知っていますか？先週、強い風で古い牛がたくさん倒れたのを知っていますか？はい、知っています。はい、知っています。26。サッカーをするのが好きですか？見るのが好きですか？サッカーをするのが好きですか？見るのが好きですか？サッカーを見るのが好きです。サッカーを見るのが好きです。27。初めて恋人に会ったのはどこですか？初めて恋人に会ったのはどこですか？日本語センターです。日本語センターです。28。嬉しい時や寂しい時は誰に報告したくなりますか？嬉しい時や寂しい時は誰に報告したくなりますか？妻に報告したくなります。妻に報告したくなります。29。ベトナムの北から南まで何キロメートルか知っていますか？ベトナムの北から南まで何キロメートルか知っていますか？
いえ、知りません。いえ、知りません。30. 新しいズボンを買うとき、サイズが合うかどうか、履いてみますか？新しいズボンを買うとき、サイズが合うかどうか、履いてみますか？はい。もちろん履いてみます。はい、もちろん履いてみます。31。富士山の高さはどうやって測るか知っていますか？富士山の高さはどうやって測るか知っていますか？いえ、知りません。いえ、知りません。32。明日、部長の飛行機は何時に到着するか調べましたか？明日、部長の飛行機は何時に到着するか調べましたか？はい、調べました。明日の午後3時に到着します。はい、調べました。明日の午後3時に到着します。33。明日の忘年会に何人参加できるか確かめましたか？明日の忘年会に何人参加できるか確かめましたか？はい、確かめました。35人参加できます。はい、確かめました。35人参加できます。34。テルコさんが言ったことは本当かどうか直接見に行ってみましたか？もう一度。テルコさんが言ったことは本当かどうか直接見に行ってみましたか？テルコさんが言ったことは本当かどうか直接見に行ってみましたか？いいえ、まだ見に行ってみませんでした。いいえ、まだ見に行ってみませんでした。35。明日雨が降るかどうか天気予報を見ましたか？明日雨が降るかどうか天気予報を見ましたか？はい、見ました。明日晴れるそうです。はい、見ました。明日晴れるそうです。36。すみませんが、日本語でレポートを書いたんですが、間違いがないかどうかちょっと見ていただけませんか？もう一度。
すみませんが、日本語でレポートを書いたんですが、間違いがないかどうかちょっと見ていただけませんか？すみませんが、日本語でレポートを書いたんですが、間違いがないかどうかちょっと見ていただけませんか？ええ、いいですよ。ええ、いいですよ。37。初めてプレゼントをもらったのはいつか覚えていますか？初めてプレゼントをもらったのはいつか覚えていますか？はい、覚えています。12歳の時です。はい、覚えています。12歳の時です。38。電車やバスを降りる前に忘れ物がないかもう一度チェックした方がいいと思いますか？もう一度。電車やバスを降りる前に忘れ物がないかもう一度チェックした方がいいと思いますか？電車やバスを降りる前に忘れ物がないかもう一度チェックした方がいいと思いますか？はい、そうですね。チェックした方がいいですね。はい、そうですね。チェックした方がいいですね。39。結婚する前に二人の意見が合うかどうかたくさん話した方がいいと思いますか？もう一度。結婚する前に二人の意見が合うかどうかたくさん話した方がいいと思いますか？結婚する前に二人の意見が合うかどうかたくさん話した方がいいと思いますか？はい、たくさん話した方がいいと思います。はい、たくさん話した方がいいと思います。40。将来どんな仕事をするか考えてみましたか？将来どんな仕事をするか考えてみましたか？はい、考えてみました。はい、考えてみました。はい、終わりました。ご視聴どうもありがとうございました。Dạ vâng, trên đây là 40 câu hỏi luyện tập hội thoại từ bài số 38 đến bài số 40 trong chương trình Mina sơ cấp 2. Các bạn cố gắng hãy luyện tập thật nhiều lần để trả lời câu hỏi một cách chính xác và nhanh nhất. Hai Mina san, otsukare sama deshita. Bye bye.